光明電気鉄道。光明電気鉄道は、かつて、静岡県岩田郡中泉町、現、岩田市、中泉の鉄道省東海道本線、中泉駅、現、岩田駅に隣接する新中泉駅から、二俣町、現、浜松市天竜区二俣町の二俣町駅までの 19.8km を結ぶ、鉄道路線を運営していた会社である。巧明村船木ら、船木ら、 原、浜松市天竜区、船らまで開業させることを目的としたことか、この社名となった。本校では、同社が運営していた、鉄道路線についても記述する。北遠州地域の木材と、佐久間地区の鉱山、小賀工業根鉱山からの鉱石輸送を目論んで設立された。会社側の構想では、最終的には、新州や日本海側に至るまでの壮大な路線となる。 予定であった。これは出資者獲得のために大風呂式を広げたに過ぎないと推察される当時の地方私鉄ではよくあった行為で金名鉄道、大小ソミ島鉄道などが類似例。しかし、鉄道の終点が鉱山からはるかに下流で輸送にならないとして小賀工業からの出資や運賃収入の6割を見込んでいた国鉱山からの輸送は断られてしまった。 普通ならこれで建設を断念するのだが、一部の役員は建設を強行する。とはいえ事業に疑念を抱かれ資本金は集まらず、沿線の町村長に泣きついて資金を出してもらうありさまで、その上に経営人の内紛も起こり工事はなかなか進まなかった。1928年、昭和三年にようやく一部区間を開業させたが、開通記念式典は関係者に、 重々しい雰囲気だけが漂っていた。もともと収入が見込めないまま見切り発車で開業させたことに加え、最新鋭の電車を申請するなど無謀な経営判断も重なって苦境に立たされた。結局東武鉄道の中古車を借り受けて、かろうじて開業にこぎつけたものの、そのような状態で、二たまた町船木ら間の建設工事を強行した上に、 開業区間もバスに押されて経営が完全に行き詰まった。最終的には送電停止に至り、競売にかけられ落札した高取潤作による個人経営の路線となった。高取は営業を継続する意思はなく廃止手続きが進められることになった。電車を富山電気鉄道、現在の富山地方鉄道に売却することにしたが、それが廃止前、 1935年9月20日頃、搬出開始だったことから、当局から厳重注意される一幕もあった。電車を運転することができた運転士は、当時貴重な人材だったため、各地の鉄道会社に転職して行った。開業から廃線までわずか6年余りであり、社長が次々と交代する党派乱続きのまま推移し、社名とあまりに対照的な終焉ぶりから、 悲劇の鉄道、幻の鉄道として語られることも多い。1936年、昭和11年1月時点。1934年、昭和9年7月改正時。駅名は、廃止時点のもの。新中泉駅、中泉,中泉二宮駅、演習三つ駅、川原駅、鴨東駅、三つ入駅、演習岩田駅、先坂駅からいる下駅、寺谷駅、掛下駅。 平松駅、肝臓駅、大城、肝臓駅、田川駅、上野駅、神田公園、前駅、二股口駅、二股町駅。事業者名は、廃止時点のもの、工業電気鉄道の田川駅、二股口駅間の、廃線跡地は、後の1940年、昭和15年に、鉄道省二股線や部駅、東,東美二股駅間、現、天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線と四日駅。 天竜二又駅間が建設される際に、式用地として転用され、途中にあった、いおりトンネル、神田トンネルはそのまま現在に至るまで使用されている。なお、同線には1955年、昭和30年に、上野駅が新設されたが、光明電気鉄道の野駅の位置ではなく、神田公園前駅があった付近に置かれている。天竜二又駅の構内の外れには、 二股口駅跡のプラットホームが残っている。そこから先の区間はアゾトンネルがほぼ当時のまま残されているが、両高校は民有敷地内となっており、さらに奥では落盤による崩落が発生している。二股町駅のあたりには現在秋の吹く美術館が建てられているが、線路、駅の痕跡は消失している。 その先の未成線に終わった区間は、大谷地区に一部路盤が残っている。その奥にあった、大谷トンネルは、南高校が市民の森遊歩道整備に伴い埋め立てられている。ものの、北高校は深い矢部に覆われながらも現存している。ただし、高校すぐのところで天井が崩壊しており、内部立ち入りは不可能である。それより先、最終目的地であった船平駅までの築地定は、 南半分が、クセリ事業に伴う整地により失われたが、北半分は、国道152号のバイパス用地となった。ちなみに、大谷トンネルは、太平洋戦争初期は、軍の弾薬庫、後期は、日本楽器製造、現、ヤマハの疎開工場として使われた。一方、新中泉駅、現、岩田駅構内から、信部駅、現、 豊岡駅までの配線跡地は一部が、宅地や田畑になっているものの道路としてたどれる部分も多い。この区間にあった路線中最長の木賀坂トンネルは、西側高校の一部が残存しているものの、東側高校は、静岡県道44号岩田天竜線、改良工事に伴い完全に路中に埋没している。しかしトンネル落盤による地盤陥没の恐れがあるため、 トンネルの真上に当たる部分の一部が、県道脇の防水シートに覆われた細長いさら地となっており、間接的に存在を忍ぶことができる。岩田駅周辺の廃線跡は、近年の大規模な区画整理の実施によりほとんど消滅しているが、以前は駅からそれるカーブした線路跡が指導として残っている場所が存在いた。なお、道路線と似たような経路で、 炎鉄バスの三重岩田天竜線が、岩田駅二又町三島を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。